につけていこうと思います。で、まあ、皆さんまず顔を皆さんの改めてこう自分の顔を触っていただくと分かると思うんですが、やっぱり一番高い部分は鼻の部分になります。なのでこれから皆さんにですね、分かりやすく言うと鼻だけを残して一旦顔を一段低く掘り下げてもらいます。でもどうやってそれを掘り下げるかと言いますと、まあ一つやりやすいやり方がありますので、それをこれからちょっと説明していきたいと思います。まずですね、今皆さん初めに描いていただいた顔が消えておられる方はもう一度鉛筆でですね描いてみてください。で、特にですね鼻と眉を描き入れてください。書いていただいたらですね、まずこの鼻の輪郭をですね三角刀でまず彫ってください。で、彫っていただいたら次平刀で、大きい方の平刀が次の作業いいと思います。大きい方の平刀でですね、今私がこのように矢印書きましたように、顎に向かってこの平刀をですねまっすぐ、この鼻だけを残してですね少しずつまっすぐまっすぐ右左顎に向かって削っていってください。初めはですね一気に大きく削ると気が大きく割れてしまいます。もう少しずつで結構です。でも初めはちょっと気がパリッと割れる感覚はあると思うんですが、顎に向かってですねまっすぐまっすぐここをどん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 落としていってください。右と左ですね、鼻の部分だけを残して、すると目の下から、目の下からですね、はい、少しずつこう上に上に上がっていくような感じですね、落としていっていただいて、ちょうどもう一回描かれた目はもう一旦消えてしまいます。で、眉あたりまでですねまっすぐ落とされると鼻と口に山が残ると思います。残りましたら今度そのまま平刀でですね鼻の下にギュッとこの平刀で押さえ込むように切り込みを入れていただいて、口の山も彫刻刀を横に動かしてですね取り除いてください。すると鼻だけが残ると思います。もう一度説明しますね。まず三角刀でこの鼻の輪郭削っていただいたら、平刀でですね顎に向かってまっすぐまっすぐここの部分を落としていってください。で、まず一旦目は消えます。消えてちょうど眉あたりまで差し掛かるとこまで落としていただいたら、鼻と口に山が残ると思います。で、今度は鼻下にですね平刀でギュッと切り込み入れていただいて、この口の残った山も取り除いてください。すると鼻だけが残ると思います。一遍そしたらちょっとそれをやってみてください。4番まず平刀、はい、三角刀でですね、はい、鼻の周りを落としてもらったら、はい、この平刀で顎に向かって少しずつまっすぐまっすぐこのように落としていってください、はい、すると鼻と口に山が残ると思いますので、はい、今度鼻下にギュッと切り込み入れていただいて、この口の山もこの落としていただいて、スライチにするわけ、はい、そしたらまずこう、うん、もう本当にスライチしていただいて、はい、そしたら鼻だけが残ると思いますので、まず三角刀で鼻の